ヌアクショットは、モーリタニアの首都。北ヌアクショット州、西ヌアクショット州、南ヌアクショット州の3州から構成される地域である。サハラ砂漠最大の都市である。大西洋岸に位置する。植民地時代のモーリタニアは、セネガルに首都を置く、フランス領西アフリカの一部であった。このため、植民地時代には、現在のモーリタニア領内に首都が置かれることはなかった。 1957年に、それまではほとんど人口のなかった、大西洋岸の漁港を選び、1万5000人を目標に人口を増やす計画が始まった。これは、将来のモーリタニアの首都となるべく、都市を準備するための計画であった。1958年にモーリタニアは、フランス統治下の自治権を持つ地域となった。 1960年11月28日には、ヌワクショットでのモーリタニアの独立宣言がなされ、1962年以降、独立した、モーリタニアの首都となり、現在に至る。1958年以前のヌワクショットにはほとんど、特筆すべきことがないが、11世紀に、モロッコに成立した、ベルベル人の王朝アルモラビデス朝の起源は、 ヌアクショット周辺だった可能性が指摘される。1970年代以降は、北のサハラ砂漠から、食を求めて、ヌアクショットに移住するものが、相次ぎ、人口爆発が起こっている。1969年に2万人だった人口は、1980年には15万人、1995年に28万人となり、2000年には50万人を突破した。 10年間に2倍以上膨れ上がっている。この流入人口のため、スラム化が著しい。モーリタニア人はもともと遊牧民が多く、移住に抵抗がないことが、この流入に寄与している。1975年、モーリタニアは、西サハラ南側の領有を宣言したことから、ポリサリオ戦線と交戦状態となり、1976年6月には、ヌアクショット市内に、 ポリサリオ戦線が攻め入る状態となった。公戦は短期間のうちに、ポリサリオ戦線側が多数の死傷者を出して撤退したが、後に停戦協定を結ぶきっかけとなった。ヌアクショットは、首都地域として、州と同等の地位を持ち、9のコミューンに分かれていた。だが、2014年にヌアクショットは3つの州に分けられ、州の下に、コミューンが入った。 人工地は2013年。ヌアクショットに迫る砂丘大西洋に面し、港があるほかは砂海岸である。サハラ砂漠の端に位置し、砂丘の接近が深刻な問題である。中央モスク欠片の気候区分で高温砂漠気候に区分される。月間最高気温は摂氏46度から摂氏20度で、最低気温は摂氏26度から摂氏16度。 年間走行水量はわずか130ミリメートルである。8月以外、特に11月から6月はほとんど雨が降らない。市場モオリタニア経済の中心地である。ヌアクショット港があり、主な輸入品はセメント、小麦、砂糖、とうもろこし、牛乳である。主な輸出品は石膏である。観光業はほとんど未開発である。 ヌアクショット・オムタウンシー国際空港があり、国内外への航空便が開設されている。ヌアクショットに乗り入れている航空会社には、エール・フランスや、ターキッシュ・エアラインズなどがある。かつては、ヌアクショット空港が国内外への玄関口であったが、2016年6月23日に、ヌアクショット・オムタウンシー国際空港が開港し、同空港は閉鎖された。 いくつかのサッカークラブがある。ありがとうございます。